こんにちは。アドベンチャー沖縄です。先日ですね、僕の周りでコロナ陽性者が出たため、えー、念のため PCR 検査を受けに行きました。結果の方が判明しまして、実は僕陰性でした。濃厚接触者にも当たらず、体調も悪くないため、えー、隔離生活は終了しました。 報告が遅くなり申し訳ございません。そして、今回の検査を終えて感じたことがありまして、PCR 検査センターがですね、那覇市にばっかり集中してるんですよ。これ、那覇市に検査を受ける人が集中します。僕的にはですね、沖縄市や名護市などにも PCR 検査センターをですね、市内2カ所か3カ所作ってほしいと思います。 那覇市にばっっかかり集中しししててているるととですねどうしても利害関係があるかなと思ってしまいますますた、僕の身近にコロナ感染者が出たそうです。えー、接触がないため、人伝いに聞いたんですけど、39度ぐらいの熱が出ているそうです。これまでコロナにかかった人は身近にいませんでしたが、結構身近に出てきているので、外出自粛はしませんが、 手洗いうがい消毒などの感染対策は徹底していきたいなぁと思いますあとは運動不足で免疫力が低下したら大変なので時々運動はしていきたいと思います陰性が判明するまでの間外出自粛してたんですけど本当に体がなまっていく感じがしました外出はして外でジョギングなどの運動はするべきだなぁと感じました ということで本日は僕が PCR 検査を受けて陰性だったことと PCR 検査について思うことについてお話ししましたワクチン接種や病床の問題など他にも喋れそうなことはあるんですけど僕は医療関係者でもない上あまり喋りすぎると YouTube の利用規約違反になるのでこれ以上は控えたいと思います ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。